浜子さん改便すぎて年間7万トン排便。あなたが日の鬼トンを手に入れようと必死に働いている間にゴロゴロ転がってるだけで年間7万トンもの排泄をしている生き物がいます。浜子さんは海の底に転がって砂や海中のプランクトンやマリンスノーを食べることだけにエネルギーを注いでいる非常に省エネな生き物です。砂にはほとんど栄養が含まれないので大量に食べなければいけません。するということ、つまり、ナマコさんの住む海はナマコさんの排泄物だらけということです。でも、そうすることでナマコさんは砂に混じった有機物を食べて海をきれいにしてくれている。